こんばんは、ハムオです。今回は、美化金的考察、FF13 コラボ前半、性能考察っていうところでお話ししていこうかなと思います。今回は、FF13 コラボ前半の、キャラクタービジョンカードすべてに関して、考察をしていこうかなと思うので、ちょっと長くなるかなと思います。話すこととしては、いつも通りのキャラ性能。で、最後に、ビジョンカードはどうなのっていうところで、全部で4つ、紹介していこうかなと思います。で、YouTube のチャプター機能で、それぞれジャンプできるようにしておくので、気になるところだけ見ていってもらえればなと思います。では、早速、ライトニングから見ていきます。公式同行者のものになってます。メインジョブが、先行の騎士、サブジョブがスナイパーとバイキングになってます。ステータス等は後で触れるのでここはスキップしようかなと思います。耐性は、かなり優秀なんじゃないかなと思います。物理アタッカーで魔法耐性が高いっていうのは割と最近だとまた珍しい感じではありますね。で、一つが、0% で打撃がマイナス10っていうところなので、打撃キャラもしくは、オベロンみたいな、土の一つで倒すっていう感じがいいんじゃないかなと思います。状態異常耐性も当初はあんま見かけはしないですけど、鈍悪耐性 50% っていうのはかなり優秀かなと思います。次、ブレイズエッジですね。ライトニング専用武器で、今回のイベントクエストでもらえるんですけど、めちゃめちゃ強い武器になってます。3本ぐらいは作れるようにしといた方がいいと思います。武器のステータスとしては、そんなに、めっちゃ強いって感じではないんですけど、まず不可能力で雷浴びアップ30とリアクション阻止率30がついてるんで、もうこの段階で正直強いんですよね。この後復刻してくるオルランドゥとかには、このブレイズエッジ持たせた方がいいんじゃないかなっていうぐらいですね。で、さらにライトニングにつけると限定不可能力が発生して、さらに斬撃アップ15、射撃アップ15、命中アップ15がつきます。ルシオの、UR の剣並みの能力を持っているのでめちゃめちゃ強いですね。しかも今回に関してはドロップで、プラス5が落ちる場合があるっていうところと、そのドロップで入手した場合は、不可能力が異なるっていうところもあるので、で、機械キラ30、指令キラ30ってところで、使いどころは選ぶとは思うんですけど、例えば今後 2B とか 9S みたいな機械系のキャラクターが実装された時とか、一部の高難度とか、そういったところで役に立つんじゃないかなって感じですね。次、トラマスですね。ライトニングのレッグバック。ステータスは別に普通で、トラマスのアビリティとしては強いかなとは思うんですけど、正直ライトニングには他のトラマスをつける方が多いんじゃないかなと思います。次、サポアビですね。オリジナルのサポアビは今回は一つしかないようです。ルシの楽園ですね。素早さ防御貫通率アップってところで、単純に強いですね。サポアビのもう一個は既存のジョブからつけることになると思うんですけど、公式同行者はバイキングの心得つけていて、これでもいいとは思うんですけど、個人的にはロングレンジの方がいいんじゃないかなと思います。マスアビは消費 AP マイナス15と雷アビアッププラス5ってところで、控えめではあるんですけど、消費 AP が下がるのがかなり強いと思いますね。次、リアクションアビリティカウンターアスピリってところなんですけど、これはもうめちゃめちゃ強いですね。アルストリアの5の線の射撃バージョンですね。射程高低差も同じで範囲も同じっていうところなので、やばい。次、リビットバーストですね。シーンドライブ。これは前情報から分かっていたやつなんで、スルーはするんですけど、強いですよね。で、ライトニングの強いところを見ていくんですけど、ライトニング、もしかしたらアルストリア以上のぶっ壊れチートキャラなんじゃないかなと思ってます。具体的に強いところを言うと、まず追撃持ちは人権ってルールなんですよね。ノクティス、ここに載せてますけど、ノクトが出た時も、ガッツ潰しとか、そういったところでかなり活躍してたので、今のところ追撃を持っているキャラクターは、みんなかなり強いっていう感じですよね。で、あと、なんで菱形ダメ大で AP32 なんフェデリカのこと考えてよっていうのと、サブスナイパーでの雷射撃運用ってところですね。こちらもパッパッパって見ていくんですけど、まず追撃持ちですね。僕が予想した通り、追撃はノクトと同じようにバフで発生するタイプなんですけど、これがやばいんですよね。順番に見ていくんですけど、まず3ターン自身の斬撃、射撃、攻撃耐性アップ。これ調べたところ、プラス25ってところで、すごい強いけど、って感じですね。
続いて見ると攻撃アビリティ時に、追撃発生で、アビリティのところに、物理マークとかついてたりとかするのと、他の情報を見てる限り、アルストリアと同じ物理依存追撃なので、かなり強いです。しかも2回使えるんで、ギルバと1戦目も2回目も使えるのかちょっとやばいなって思いつつ、最後ですよ、ダメージを軽減するバリアを張る仏魔バリア3回。は？いや、これおかしいですよね。どう考えても、アルストリアも追撃がすんごいやばいって言われてたと思うんですけど、リミットバーストで、追撃が発生する形にはなるんですけど、射程もそこそこ短めだし、リミットバーストなんで1回しか使えないんですよね。なんでギルバトで、2戦目使うとかって基本的にはできないんですけど、ライトニングに関してはバフ無駄打ちしない限りは1戦目も2回2戦目も追撃できるっていうところで、いやー大丈夫なんかこれって感じですね。次、エンドアスピルに関してなんですけど、いやこれもやばいですよね。防御貫通率アップ後対象にダメージ大って、って右側にサミダリ打ちを乗せてるんですけど、まずやっぱダメージがそもそも大で強いっていうのと、防御貫通を上げた状態で攻撃できるっていうので強い。しかも使用回数も同じで AP が13も少ないんですよね。ライトニングはマスアビで消費 AP 15% マイナスがあるので、実戦で使うときは多分これより少ないですし、フェデリカもマスアビ2の強化で AP マイナス30があるんで、実際45は消費しないんですけど、いやそれにしてもこれはやばいんですよね。ロングレンジで射程1伸ばして、狙いを定めるをもらって射程1さらにも伸ばして、でエンドアスピルの追撃とかすると、いや大丈夫なんかこれって思いますよね。でまだまだこれにはやばいところがあって、防御貫通これ40上がるらしいんですけど、サポートアビリティのルシの烙印でさらに40上がって、常時防御貫通80ってところなんですけど、雷パーティーにつけることが多いこの茨の冠だったかな、防御貫通20上がってクリティカル自動のコーノっていうのあるんですけど、これを合わせると防御貫通100いくんですよね。からの追撃ですよ。追撃って武器区分ないので防御でしか受けられないんですよね。一応単体攻撃耐性とか乗ると思うんですけど、いやーやばい。で最後サブスナイパーの雷射撃運用ってところで、これはもう予想通りですね、フェデリカ、ニブル、クラウド、ライトニングっていう、どれか3人を選んでって感じで、FF 界の有名人2人使える華やかなパーティーだし、必中必死型追撃デスペルともう盛りだくさんで、回避もやれるし闇も多分倒せるし水も余裕で倒せる、なんなら土まで倒しそうな勢いですよね。でクラウドとライトニング、それからフェデリカもマスアビ2とかの強化で結構防御貫通高いので、射撃耐性ないやつはもうほぼ即死ですよね。なんか射撃耐性60以上でようやくスタートラインみたいな感じになりそうだし、ライトニングのバフで素早さも上がるしクリティカルも上がるし圧倒的防御貫通ってところでやばいです。で頑張って弱いところを上げてみたんですけど、こんな感じですね。 HP が低い、あくまで斬撃メインのキャラクターなので射撃貫通がない、斬撃攻撃はあまり使わない運用が強そうってとこですね。これも順番に見ていくんですけど、 HP が低いっていうのは一応明確な弱点かなと思います。公式同行者のもので6290、アイガイオンをつけても7040ですね。新明石の強化とかがないので、もうちょい上がりますし、雷パで染めると、みんなのマスアビが乗るんで、もうちょっと HP は上がると思うんですけど、やや低めの水準ではあるかなと思います。ただ、仏魔バリアがあるんでワンパンはされないかな。で、次、あくまで斬撃メインのキャラなんで射撃貫通がないってところは、これは当たり前で、これで射撃貫通があったら、ぶっ壊れっていう感じだったんですけど、防御貫通は常時100いけるし、斬撃貫通はリミットバーストで貫通も漏れるし、クラウドのブレイバーみたいな攻撃もあるので、残耐性ダウンとかもあるので、結構斬撃に関しては、通していきます。一方射撃に関しては射撃貫通盛る方法が一切ないので、射撃耐性には弱いって形になってます。でそれぞれ弱点克服方法なんですけど、こんな感じですね。 HP が低いっていうのは、そもそも雷射撃って、一発食らったら死ぬみたいなパーティーなんで、やられる前にやるのが基本かなと思います。ただ、ライトニングもクラウドもかなり本人のスペックが高くて、ぶっちゃけ耐久もできるようなスペックを持ってるので、レズニックとかシャルロットと組み合わせて、いわゆる王道なパーティー
ーティーを作るっていうのでもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただライトニングの場合は自分でバリア張れるんで若干レズニックが腐っちゃうってところはありますね。で、斬撃キャラなんで、まあ、射撃貫通がないってところは、新名石で射撃貫通10も折れるんで、これがあると、まあ、もっとダメージは伸びると思います。で、最後の、まあ、斬撃攻撃あんま使わないんじゃないのっていうのは、まあ、ぶっちゃけそこはクラウドと同じなんですけど、もう正直クラウドがめちゃめちゃ強いので、まあ、これはデメリットに入らないっていうのが証明済みですよね。で、雷パーティーに入るかどうかってところなんですけど、まあ、ぶっちゃけ入らないわけないんですよね。こんだけのスペックを持ってるんで。で、続いて、ビジョンカードを見ていきます。オーディに認められし者。ステータスは、まあ、パッと見、最近のビジョンカードと考えると、まあ、普通かやや弱めぐらいかなと思います。ただその代わり、パーティーアビリティ限定付与効果ともに最高峰なので、雷パーティーには必須級だと思います。しかも限定なんで必ず取るようにしましょうって感じですね。はい、ようやく半分ですね。続いてホープを見ていきます。メインジョブが未来の英雄、サブジョブが赤魔導士と時魔導士になってます。次、耐性ですね。耐性もライトニングと似たような感じにはなってて、魔法耐性、射撃耐性が高い状態、打撃が等倍の一つがマイナス 5% ってところですね。状態異常は、まあ、特に優秀って感じではないかなって感じかな。続いて武器ですね。ホープは新しい武器区分のブーメランを持っていて、まあ、魔力が高くて魔法攻撃耐性貫通20ってところなので、まあ、作っておくに越したことはないかなと思います。今後ブーメランのキャラが出るかどうかわかんないんですけど、まあ、複数レシピは確保しておきたいですね。続いてトラマスです。ホープのジャケット。まあ、ステータスは至って普通。トラアビも、まあ、使いやすそうではあるんですけど、まあ、対人では使わないかなって感じですね。次、サポアビです。オリジナルジョブでサポアビ2種持ってます。運命に抗う力と胸に秘めた劇場。精神貫通率アップ。まあ、貫通アップは強いんですけど、今の環境だと防御の方が盛りたいなってところは正直なとこですかね。で、右側のやつは初ですかね。HP80% 以上でアビリティ発動時間大幅短縮ってところで、結構ホープはまあサポートに回ることも多いし、この後説明するんですけど、ヘイトダウンとかもできたりするので、かなり、合ったアビリティでですね。マスアビは、魔力 5% と範囲耐性10ってところなので、まあまあ可もなく不可もなくってとこですかね。範囲耐性上がるのはかなり強いと思います。次、リアクションアビと LB を見ていくんですけど、リアクションはやっぱ最近先制が流行ってるんですかね。まあダメージはそんなに期待はしなくていいと思うんですけど、まあクリティカル発生率大幅ダウンってところは、多少雷を意識してるのかな感はちょっとありますよね。で、リミットバーストは、まあ対人で使うのであればチェインの起点。まあ、ギルドレイドとかだと、まあ、同じくチェインって感じで使うのがいいんじゃないかなと思います。で、ホープの強いところなんですけど、やっぱりサポート力の高さですね。それからヘイトダウンと範囲耐性があるので、役割としてかなり、尖っていて、かつ優秀っていう感じですね。で、最後はやっぱギルドレイドでの活躍ですね。連撃持ってるし、バフもあるし、クイックも使えるってところですね。で、サポート力の高さってところで、ホープはこの4つのアビリティで、まあ、味方のサポートができます。左から順番に味方の物理ダメージを上げる、敵の範囲耐性下げる、で、自分が狙われにくくなりつつ、3ターン味方の斬撃と魔法耐性を上げる。で、最後が、味方の光属性アビリティを上げて、かつ自分の範囲耐性を上げるってところなので、ぶっちゃけどの効果も強いですね。で、次、ヘイトダウンと範囲耐性ってとこで、まあ、さっき紹介した右2つですね。まず、シールド&サポートでヘイトダウンを行いつつ、聖なる守護者で範囲耐性を上げて、まあ、ビジョンカードとか、マスアビで範囲耐性上がってるので、基本的にヘイトダウンしたキャラクターは単体で狙われることはないので、まあ、範囲攻撃に巻き込まれるか攻撃を受けないって形になるんですけど、範囲耐性を守る手段がすごい豊富なんで、もうほぼほぼ死なない感じではあるかなと思います。これがすごいこのホープ自身がしたい立ち回りとマッチするような感じになってるので、非常にここは強いと思います。で、弱い部分ですね。まあ、強いてあげるんだったら、まあ、回復はできないってところかなと思います。まあ、赤魔同士でケアルラあるんですけど、さすがに使いにくいかなと思います。で、優秀なバフ多いんですけど、やっぱどれかオフにしないと挙動制御がすごい難しそうだなと思ってます。そのギルバトとかで、まあ、引きこもりすぎて、なんか置いてかれるとか、前出てきて欲しい時にめっちゃ後ろにいるとかになっちゃいそうだなって多少思ったので、やっぱり優秀なバフが多ければ多いほど、まあ、どれかオフにしないとやってらんないので、まあ、そういう意味で結構難しそう、上級者向けかなとは思いますね。
で、まあこれはホープは悪くないんですけど、ちょっとライトニングが強すぎて若干霞むというか、ホープは全然弱くないのになんか弱く見えてしまうっていうのはちょっと感じちゃうなと思います。で、弱点克服方法なんですけど、まあぶっちゃけホープは弱点らしい弱点はないと思います。まあ、強いてあげるならこんな感じで、まあ、回復できないってところはやっぱり回復をあんまり必要としない編成で使うのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ジェダンとかエンゲルと組ませてもいいとは思うんですけど、それよりはやっぱりロックとかバイオレットとかエレナと組ませる方がいいんじゃないかなと思います。で、バフが多いっていうところはやっぱりこれは腕が出るところだとは思うんですけど、まあ範囲耐性のウィーガー攻撃魔法ってところを考えると、まあバフは3つなんで、そのうち1個はマオフっていうのがいいんじゃないかなって感じですね。で、光パーティーに入るかどうかってところなんですけど、まあ、絶対入ると言えないんじゃないかなっていうのが個人的な感想ですね。まあ、事前情報の考察でも、ホープは光回避と組ませて、まあ、光回避をサポートする。で、耐性ダウンとかクイックとかチェーン補助っていうのをしつつ、まあ、メインアビに回復アビがあったらやばいよねとか、配布も多いんで、まあ、おすすめしやすいっていう話をしたんですけど、まあ、やっぱり、その、想像を超えるアビリティはやっぱなかったっていうのと、まあ、実際こう、編成を考えてみたんですけど、まあ、ホープ入りの、まあ、外皮パ、まあ、ここではロックとエレナにしてるんですけど、まあ、それか、まあ、ホープ、エレナ、バイオレットっていうもう3人回避。それから、まあ、回避2人に対して、まあ、ベリースとかレズニックをつけるっていうパターンもあるんですけど、まあ、この3組を比較したときに、まあ、ホープが入ってるパーティーが圧倒的に強いとは限んないかなと思ってます。まあ、ぶっちゃけどれも一長一短で、真ん中のやつってやっぱり3人とも回避してくるし、結構そのチェインとかも組み合わせてくるので、まあ、回復もないし、バリアもないけど、ガッツとリリーズめっちゃあるんで、まあ、そもそも倒しにくいっていうところもありますし、で、ホープ入れると、やっぱりその分攻撃に参加する人が減るんで、まあ、ロックとエレナが、それぞれ 1.5 倍以上ぐらい火力が上がらないと、ってとこもあるんですよね。まあ、環境的に必中もあるし、命中が高いキャラクターとかもいるので、まあ、食らっても回復できないんですよね。それに引き換え、ベリスとかレズニックって、まあ、物理バリア張れたりとか、ヘイストでまくっていけたりとか、しかも、長距離の回復とかまであるので、まあ、属性は違うんですけど、全然、一緒に組んでいけるキャラなんですよね。ってところを考えると、まあ、好みも出るし、どれが一番強いって言えないかなって思うんですよね。そう考えると、やっぱりホープは一択って感じにはなんないと思います。で、ホープのビジョンカードを見ていくんですけど、ステータスは、まあ、ぶっちゃけ普通ですね。まあ、やや弱めとは思います。まあ、さすがに配布ですしね。で、パーティーアビリティに関しても、命中25っていうのは光属性のカードでないので、かなり貴重ではあるんですが、やっぱり魔力アップが2番目の効果ってところと、ダメージ上限アップって、対人においては基本的にはいらないものになるので、って感じですね。限定付与効果も飛び抜けて強いって感じではないので、って感じですね。というところで、参考にしていただいて決めていただきたいんですけど、僕がどうしようかなって考えてるのを一応載せておこうかなと思います。ライトニングとライトニングビジョンカードはものすごい強いので、まあもうこれは天井覚悟で引こうかなと思います。優勝席を使って、まあ賢くというか、効率よく引いていきたいなと思います。またガチャ動画も出すと思いますし、この前挙げた課金をする人に向けての、まあ、注意点というか伝えたいことみたいな動画も出してるので、詳しくはそちらを見ていただければなと思います。で、ホープに関してはホープ自身はやっぱり強いと思いますし、光パーティーの可能性とかも、狭めたくないので、まあ、とりあえずミッションでかけら全回収まではして、あとはゆっくり弊社で育てていこうかなと思ってます。で、ホープのビジョンカードに関してはもう性能を見た感じ、僕はスルーしようかなと、もう育成もしないでおこうかなと思ってます。ちょっと日付回ってすぐかけらガチャ1回だけしちゃったんですけども、かけらガチャも回さないでおこうかなと思ってます。はい、というところで今回は FF13 コラボ前半のキャラクタービジョンカードについて、解説をしてきたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ4つ紹介したんで結構尺は長いかなと思うんですけど、ここまで見てくれた方は非常に長い時間お付き合いいただきありがとうございます。まあ、この後もスノーとかスノーのビジョンカードも来ますし、 FF タクティクスの復刻も来るし、季節限定の復刻とかも来るかもしれないし、なんなら今お得なガチャで選べるキャラビジョンカードとかもやってるので、まあ、そちらのおすすめとかもまた出そうかなと思うんですけど、
まあ、非常に盛りだくさんなので、まあ、この動画だけじゃなくて他の動画とかも参考にしてもらって、どう弾くかっていうのを決めてもらえればなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。